表面的にはこの取引はあなたにデメリットはないように見える。でもアベンチュリンさんは賢い商人だから、そんな単純な腹積もりではないでしょうね。彼はまだホタルさんのことを知らない。でもあなたの反応から何か感じ取ったのか、あえて話題を死の真相に誘導してあなたを彼の論理に巻き込もうとした。反応が早く、思考も論理的。あの人と組むのは危険だと言わざるを得ないわ。それは本当の悪であることが前提でしょう。いずれにしても慎重に動きましょう。開拓の道は一つだけじゃないわ。暗い森の中で狼の群れに囲まれた時は、まず自分が逃げられるようにすることが大事なの。他の問題については何もかもが突然すぎて、私も推測することしかできないの。ここを出たらちゃんと仲間と話した方がいいわ。さあこっちに来て。短い道のりだけど、はぐれないようにね。ここから出られるわ。私たちもお別れの時間ね。残念だけど、記憶は嘘をつかないの。私たちがさっき目にしたことは、すべて実際に起こった。でも怖がることもない。ただ心の選択に従えばいいの。私たちはそうやって世界を渡り歩き、ちょっと待って。はい、これは私からのささやかな選別よ。私も義理や人情は大切にしているの。まだあの巡回レンジャーに関することで片付けないといけないことがあるの。次に会うとき、あなたがどんな面白い記憶を持ってくるのか。ファミリーの代表、姫子たちは大丈夫かな？